顔アフ。今日は石丸真二さんの判決が出る日ですよとコメント欄で情報をいただいて、どれかなと思ってね、探してたらね、出てきましたね。はい、これはなんだろう、これはなんだ、2個くらい裁判してるよね、石原くんね。1個はポスター代金踏み倒しの件で、もう一つは恫喝で、今日出た判決は恫喝訴訟の件の2審で の判決っていうね。で、結論から言って、石原慎二君負けました。はい、損害賠償支払い義務がある、うん、ただこれさ、本当は個人の責任なんだけれど、これ秋田方氏の責任ってことになっちゃってるんだよね、まあ、形式上はね。はい、でもこの原因を、訴訟の原因を作ったのは石丸くん個人です。はい、でこの結果をね、ちょっと見ていきますかね、どういう裁判であったかのとかね。でこれなんだろう、広島家族 RCC、 なんかこの初めて見たメディアです。このなんかこうかわいい、なんだ縁っていうかね。はい、で今日のね、7月3日の、13時19分に配信で、これ午前中に判決が、ね、あと3日に出たんだね。だから今日出てね、ほやほやのニュースね。で秋田方氏の石丸慎二前 市長に、恫喝されたと虚偽の発信をされて名誉を傷つけられたとして、市議が石丸前市長や市に対して損害賠償を求めた裁判。これね、この市議はね、石丸くんの発言後に最初間違った発言をしてたから謝罪してくださいと言って、で石丸くんが認めないから、もう致し方なく訴えを提起したって案件で、この市議はあくまでも石丸くんの発言に対しての責任とかね、はい、責任を求めていますとか損害賠償ね。でもこれね、石丸くんがそれは市に対する請求であるっていう形に途中でしちゃったんだよね。うん、それでここがちょっとね、わけわかんなくなっちゃってます。はい、だけれども最初にあった構図は個人対個人ね。はい、ここを押さえておいおかないとね、なんかぐちゃぐちゃしてきちゃうんだよね。で市に対して、前市長や市に対して損害賠償を求めた、だから本当は市に対してはいらないんだよね。もう前市長に対しての損害賠償を求めた裁判ってしてくれた方が実態を表しているしすっきりしますが、まあ、形式上は市に対しても損害賠償を求めた、だから市長の立場でやったから市の責任も認められちゃったのね。うん、ちょっとここわけわかんないんだよね。で広島高裁はこれ2審のね、判決ってことね、秋田方氏に損害賠償の支払いを命じた一審判決、これつまり秋田方氏に損害賠償の支払いイコール石丸慎二君個人にって意味ですよ。はい、個人の責任を認めたっていうことね。で一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。はい、で控訴は石丸君がしていたということですね。はい、だけれどもね、市議側もしてた。これややこしいのは、一審が個人の責任ではなくて市の責任っていう判決を出しちゃったもので、市議側はいや、それは個人の責任でもありますよという点を控訴していましたというね、そういうことですね。でこれさ、ちょっとこれ分かりづらいからね、説明すると、秋田方の市議会で、あ、これも出てくるんでね、恫喝された、はい、だから石丸くんが恫喝されたよって言って、この人に恫喝されたと石丸くんが名指ししたこの市議がいました。で市議は恫喝してなかったのね、恫喝してないし、周りにいた人も、いや市議が石丸くんを恫喝したところなんて見てないよと言ったのに、なぜか石丸くんは何だろう、幻聴でも聞いたのか、いや僕あの人から恫喝されたと、ね、嘘を言ったね、虚偽の発信をしたから、この恫喝してない人はさ、
名誉を傷つけられるでしょ。だってやってないことをやったとか言われて、それを喧伝されちゃったわけです。でしかも市議会選もあったからすごく不利になっちゃったの、この市議はね、はい。で、まあ、ここにもね、もうちょっと詳しくその経緯が書いてありますが、時間軸でね、この裁判は、石丸前市長が、これ2020年の話ね、事件があったのはね、市議会で別の市議、別の市議っていうのは、この恫喝云々の市議とは別の人ですという意味ですね。はい、この市議はお亡くなりになっちゃった方ですね。この居眠りにしてて、いろいろ言われちゃった人ね。市議会での別の市議の居眠りについて、議会と意見交換をしたことをめぐって、この意見交換がなぜ起きたかというと、この居眠りをしていた市議に対して、石丸くんはちょっとやめなさいっていうのではなく、いきなり SNS に投稿して、全世界にこの状況ね、居眠りしてる市議がいるということを情報発信してしまったので、議会は、それはちょっとそのやり方は違うんじゃないのってね、でまずは注意でしょっていう、ね、その件に、ね、その話し合いみたいな、それが意見交換したという意味です。で、だから意見交換しただけでしょ、ね、だから議会はそういうこといきなりやっちゃダメだよ、そうだよね、と言っただけ。だけれど、なんか石丸くんは、なんか、議会から、俺は、なんか説得とか、恫喝とかされているみたいだ、みたいなことをまた SNS に投稿しちゃったのね。うん、敵に回すなら、政策に反対するぞと、議会から言われたとか、で、言ってないじゃん、議会はね。いきなりポストしちゃダメだよと言ったのに、敵に回すなら政策に反対するぞと、ね、議会からなんかいじめられたみたく、また SNS に投稿したのね。だからこんなことしてたらさ、議会との信頼関係ね、なくなっちゃうに決まってるじゃん。で、その後ね、恫喝したのは山根敦子市議ね。これさっきの、この件ね、今回の裁判の件の恫喝の話ね。はい。で、恫喝したのは、だからこの話し合いの中で、ね、いや、山根さんが俺を恫喝したんだよと、ね、石丸くんがなぜか言ったって話ね。はい。だから、ね、名指しされちゃったの、この山根さんは恫喝してもいないのに、山根さんに恫喝されたって名指しされて、また投稿しちゃったんだよね。で、翌月の市議選期間中に SNS の投稿で言及し、だからこれ山根さんとしたら たまらないでしょ。うん、自分が市議選に出てるのに、やってもいない恫喝を言われたみたいに SNS で投稿されたら、これなんか選挙妨害とかなんない。うん。で、名誉をこれひどく傷つけられるよね。うん。で、すごく苦しかったと思うよ。やってもないことをやったと、名指しされて、選挙期間中にもまた SNS で、投稿されちゃってね。で、山根さんは最初、市長ちょっとそれあまりにもひどいので謝罪してくださいと言ったのですが、俺悪くないよみたいに言われたから、もう仕方なく、損害賠償を求めたという裁判が、この件の裁判です。で、名誉を傷つけられ、精神的な苦痛を受けたとして、山根市議が石丸前市長と市に損害賠償を求めていた。で、これね、最初山根さんはね、市には求めていなかったと思うんだよね。うん、だって市に求める必要ないでしょ、これ。個人の責任でしょ。石丸くん個人の言動に対しての、この言動、石丸くん個人の言動から精神的苦痛を受けたものでしょ。だからそもそも市に損害賠償を求める必要がないのに、いや、これは市長としての発言の中で、生じた問題なので、市にも損害賠償を求めるべきみたいな話になっちゃったんだよね。はい。で、昨年12月、一審の広島地裁は、恫喝はなく、ね、なかった。山根さんは恫喝していません。で、あったと信じるに足りる証拠もなかった。だから周りの人は、この話し合いの時に、
山根さん恫喝なんかしてないよってことを、だから証人になってたわけだよね。だから、その証言を債務採用してその恫喝があったと信じるに足りる証拠もなかったと指摘ね、あの地裁ね。でその上で石丸市長は SNS 上で広報活動をするにあたり、市長として職務上当然尽くすべき注意義務を尽くさず、山根市議の社会的評価を低下させ名誉を毀損したとして、秋田方氏に33万円の支払いなんだよね。うん、だからこの SNS 上の行為がその市長としての広報活動の中で行われたって話になっちゃってるんだよね。うん、確かに石丸くんがこの当時やってた YouTube の発信は秋田方氏の YouTube チャンネルとして発信してたから、この市長としての行為ね、つまり秋田方氏としてやってたことに関してこの訴訟を起こされたっていう、こういう形になっちゃってます。うん、でもこれどう考えても個人の問題だと思う、個人の問題であり責任であると思うんだけどね。うん、で一方で一審判決は投稿は職務として、で石丸前市長個人が賠償責任を負うものではないと判断した。でなんか一審判決変だったね。だから、市側だけでなく市議側も控訴していました。だから市側で控訴したってことは、つまり石丸くんが控訴したってことね、一審判決に関してね。で市議側の控訴っていうのは、それは石丸くんの個人の賠償責任であるでしょという意味で、一審判決にちょっと変なところがあった、その点を控訴していたと、こういうことだでしょうね。うん、で市側は控訴審ね、で市側っていうのはこれは石丸くんってことですね。ややこしいね。ね、だからここが石丸くんの発言、議場でのやり取りは政治的討論として行われ、市議の社会的評価を低下させない。はい、またお得意の詭弁発動ですね。うん、と主張していたけれど、広島高裁のこの裁判長はね、今日の判決で恫喝発言をしたのが市議であると適時されている以上、市議会議員としての社会的評価を低下させるものであることは否定できない。はい、だからこれつまり石丸くんの発言によって、この市議が市議会議員としての社会的評価を低下させられたって言ってるわけでしょ。で、これがさ、政治的討論と言い換えちゃってるわけ、こう石丸くんはね。ね、だから何でもかんでも、じゃあ自分が何を言っても、いや、僕はそれは、議長で、市長としての立場で政治的討論としてやってたのです、やってたのだと、それで押し通すつもりだったのかね。で、その上で、議会内での発言や投稿に、市長の政治的判断が含まれるとしても、裁量の逸脱が認められる。はい、これは2審の判決の中身ですね。うん、じゃあ分かりました。じゃああなたの発言が、じゃあ市長としての発言であったとしても裁量が、ね、逸脱しているっていうね。はい、で国賠法上の違法性を認めた一審判決を支持。だからこの判決って裁判っていうのはこれ国家賠償法とかそういうやつだよね。国賠法ってね、ちょっと一応見ておきますね。国家賠償法だよね。国家賠償法は憲法の、実施法律として制定され日本の法律である行政救済法の一つで、行政法に分類されるが民法の特別法としての側面も持つ。だから国家賠償法だから、だからこう市に対しての責任を求めるという、やっぱりそこが争点になっているってことだよね。あの個人のして個人としての責任云々はこの裁判所は判断してないってことですよね。うん、でも違法性は認めてる。
はい、あの市の違法性を認めている一審判決を支持しました。はい、だからつまり石丸くんは一審でも二審でも敗訴したということですね、わかりやすく言うとね。はい、で一方この個人の賠償責任については控訴審でも棄却されて、だから市議側はこれに関して控訴したっていうこういうことでしょうね。うん、でも市議側もおおむね自分たちの要求は認められたっていうことですね。はい、で一審二審のこれ嘘つき裁判ってことなんだよね。うん、石丸市長が嘘をついたことに関して裁判所が一審も二審も嘘をつきましたねってことを認めたってことじゃないのでしょうか。でこういう人に都知事選で投票していいのかっていうかさ、そもそも立候補していいのかっていうかさ、どの面下げて都知事選に出てきてんのかって思うよね。ね、裁判中の身でありながらなんか秋元司くんみたいだね。はい、そういうわけでね、この裁判の結果、はい、この記事が見つかってよかったです。はい、またやります。ではまたバイバーイ。練習を信じちゃいけないよ、自分の頭で考えろ、いつでもあいつら監視して、最近泥棒させないぞ。